藤原実助っていう人、この人、まあ、絶対聞いたことないじゃないですか、まあ、この人はずっと小遊記っていう日記をずっと書いて記録もうめっちゃ事細かにで自分の感情も載せてると。この人もめちゃくちゃできるんです。頭が良くてみんなからも信頼されてるから、ちょっとでも自分が気に食わないこととか、あ、それ流儀違うなみたいなのあったらボロッカスに書くんです日記で。道長のことも一目置いてるけど荒れないわみたいな。でも本人に会った時はおくびにも出さず、いやー素晴らしいです、ね、いいですね、そういう時代ね、はい、そういう性格の悪い時代いいですよね。いいですよね。実際これ文献も残ってる、残ってます、残ってます。で、ユウサネスケを演じるのがロバート秋山さんです。うわすごい、すごい役です、これぴったりじゃない。裏表です、なんかそのなんか狂気な感じ。秋山のあの目大きくする芝居とか監督どう思うんやろうな。ちょっとやりすぎですとか、うーんとか、いやそれも楽しみやし。